ホルカ。え、そん、え、メス。去年一回行きましたね。でも一回ぐらいでしたね。やっぱコロナで行く機会が極端に減ったんで。もう今日初めてご飯食べました。呼んでいただいて嬉しいです。いや、すごくアドバイスすごくしてくれる方で、すごいサッカーはためになるっていうか、自分の成長につながるようなアドバイスをすごくくれるので、すごく嬉しいですし、本当自分からももっと聞きに行こうかなと思ってます。やっぱりサッカーの面でも生活の面でも、もうほとんどがもう日本となって見習うべき人なので、しっかり見て吸収していく、本当にいい人やと、いい人なんで。ありがとうございます。恥ずかしいな、これ。横で撮られてるっていうのは恥ずかしいよね。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。野菜食べてからにすると食べる量が減らせるんで、いっぱい食べ過ぎなくて済むかなと思って、で結構野菜から食べるようにします。こちらです。昨日までで梅の開花発表があった最も北の地点はどこでしょうか。これか。おはようございます。ここで見ると移動します。それでは一都三県の一都三県の緊急事態宣言。料理ではわからないことがいっぱい。そんな悩みはドリーマーの。主にじゃあ車の中では音楽を聴いてると。音楽とスピーカーで電話、うん、車の中でも仕事したりしてるんですか。結構多いかもしれない。そんないい体じゃない。いますかね。2週ね、2週。パス出して。
かがでしたか。なんか久しぶりに対人をガツガツやったんで、ちょっと正直疲れました。家から近い、あとはあまりこう人の目を気にせずに食べに来られるっていうところです。焼肉ランチです。タンパク質とあとサラダもついてるんでバランスが取れてるかなと思って食べてます。まあ、本当勉強で進む人生とサッカーで進む人生っていうのがなんか2つあったような感じがするん で今は僕はそのサッカーの方だけがずっと進んでいってるところはありますし、それと同時にその勉強の方の世界では普通に会社をやってとかそっちの世界も動かしてはいるので、だ最近よく言われるデュアルキャリアを今は進めてるような形になっています。あんまり僕筋トレ好きじゃないんで、筋肉量がやっぱ減ってきてしまうのを、まあ、上げるというか整えるというか、それが一番大変ですね。昔20代の頃はやったらこうパフォーマンスにすぐ直結したんですけど、まずはなんかこう維持、やっても維持っていう感じなんで、もっと頑張らないと上がらないですね。それが大変です。お前が釣りそうです。トレーニングしたんですよ。僕ね、基本2ヶ月に1回やのに、今回1ヶ月で来ました。やはり開幕が近いと。そうですね、その準備とちょっと頭がえらい硬いんでね。JFL でも4800人とか、あの5000人のスタジアムにもほぼほぼ満員の人が入ってくれるような状況になってたんで、やっぱそういうクラブで戦えるっていう機会はなかなかないんで、まあまだ下の僕は J2 から次は JFL なんで4部に行くような移動なんで、またそれもヴェルディに残ることもできたっていうのもあったんですけど、でもそこに残っても多分僕自身が先がないというか、楽しみがそこまでなかった部分もあったんで、であればちょっとチャレンジしようと思って、まあ昇格させるために来たっていう感覚もありましたし、まあそれで実現できるのが自分のゴールでできたっていうのと、あとはまあそういう一つのヒストリーというか歴史の中に自分の名前をちょっとみんなに覚えてもらえるきっかけになったことが嬉しかったなっていうのが、どちらかというと僕ではありましたね。あ、お疲れ様です。すいません、遅くなって。動画に関してはちょっと頭出しさせてもらいました。
はい、僕もまた確認します、再度。はい、そうですね。はい。大森義と節目のゴールで打倒複数相手の先制ゴールです。もうちょっと過ぎたところで決めた。サッカーが多いから、フロンターレとのセリスの試合面白いですよ。半身浴で20分から30分ぐらい入ってすると気持ちよくと、あと今炭酸水出てるからそれがいいです。今 J3 でまたね、今年こういう若手のメンバーが入ってきて J2 を目指すっていう形で、ね、戦えてるんで、 J3 に上がっても J3 で、ね、ずっといるチームもいる中で、でも J2 を目指すチームに今も入れるっていうのはすごいなんかモチベーションが上がるというか、燃やせるものがあるので、まずはチームが昇格するっていうところで自分がどれだけできるかっていうことを考えておきたいと思います。